ロ野望キリシタン国日本編第8回ハッチマルよ。デソヤナガルをぼこしたとこから再開や。スペインにキルア戦に呼ばれてるけど、キルはすげえ兵力やな。1697年12月17日ペガーに宣戦布告や。1699年10月3日パサイに宣戦布告や。ペグーとジュープロビ活動と金牌ブローム、セヌイの大砲で怖や。パサイを全土併合。今回のシリーズの最大の山場オスマン戦や。1702年4月17日オスマンに宣戦布告や。兵力はキリシタン国日本同盟195万6千オスマン同盟が79万千や。オスマン思ったより兵力少ないか。オスマンは戦争始まってから急速に兵力が増えるイメージ。目的のプロビまで到達可能や。戦争点過剰拡大でも問題なさそうやな。うお、オスマンの兵力が95万8000まで増えとる。4289だかった。どっちが大事なのか。オスマン戦の最中じゃなければ天命減らしたやろうな。ダーラーの要塞陥落や。先にアデンワンのプロビ制圧して渡らせないようにしようと思ったけど無理やったか。大豆要塞陥落や。アデンの戦い見てオスマン軍14万2000撃破や。モカを占領して船で封鎖や。マラーミル要塞陥落や。バニアスの戦いにてオスマン軍3万7000撃破や。カイロにスペイン軍20万が到着や。サヌアイ要塞陥落や。マラティアの戦いにてオスマン軍5万4000撃破や。
クルシヒルの戦いにてオスマン軍1万2000殲滅や。ナチュラン要塞陥落や。プルミア要塞陥落や。タブーク要塞再陥落や。オスマン首都コンスタンティノープル陥落や。ヤンブー要塞陥落や。ケタヒアの戦いにてオスマン軍1万4000殲滅や。オビシ要塞が奪還されたで。メッカ要塞陥落や。アルカラク要塞陥落や。陥落起き始めたな。モガディシオ全裸英語。ラグーサと白紙和平。ベスカラブヤ要塞陥落や。忍ぶ要塞陥落や。アレッポ要塞が陥落したで。アレッポの戦いにてオスマン軍8万7000撃破や。アレッポ要塞再陥落や。マフラと超広告化と20ダカット支払いで講和や。オスマンと20プロビ割譲と、ポーランド・リトアニアに1プロビ割譲、スペインに1プロビ割譲、7859ダカット支払いで講和や。カイロの回収完了や。実績スターダスト・クルセイダース達成や。実績達成したので、今回のシリーズはここまで。新シリーズが始まったらまた見てくれると嬉しいです。この後にタイムラインをつけておきます。バイバイ。